曽根はじめ候補とともにまさに一心同体となってこの選挙戦全力で戦い抜く決意に燃えております。ここ衆議院東京12区予定候補池内沙織衆議院議員をご紹介いたします。ただいまご紹介いただきました日本共産党池内沙織です。いよいよ都議選始まりました。安倍自公政権の強硬政治本当にひどすぎます。首都東京北区の皆さん、日本共産党曽根はじめ候補勝ち抜かせて厳しい審判下しましょう。心からお願いを申し上げます。加計学園の疑惑は深まるばかりです。安倍首相の側近中の側近萩生田光一官房副長官のメモが新たに公表されました。官邸は絶対にやるつもりだ。総理は平成30年4月開学、お尻を切っている。この事実が示すのは安倍首相本人が指示を出していたという疑惑です。自民党公明党の皆さん、一体何を恐れているんでしょうか。何もやましいことがないならば正々堂々国会で審議をしようじゃありませんか。国家公務員はお一人お一人が日本国憲法に宣誓し職務についている。不偏不党、主権者国民のために全体の奉仕者として仕事をしています。公務員の皆さんは安倍首相夫妻のために働いているのではない。あったものをなかったことにはできない。前川前文科次官が言いました。このシンプルな言葉に日本の政治が進むべき道が示されていると思います。野党4党結束をし徹底審議、即刻国会を開いて承認喚問集中審議求めて戦い抜きます。ぜひ曽根さん応援してください。ご一緒に東京も国政もあったものをなかったことにさせない政治実現させていきましょう。私は安倍政権が国民生活に何をしてきたか言わないわけにはいきません。保育園で子どもたちが何人亡くなろうと認可保育園を作ろうともせず、老老介護孤立し国民生活にどれだけ悲鳴が上がっても特養ホームも作ろうとしない。生活保護バッシングで国民を分断し若者からは安定した仕事を奪ってきた。それがどうでしょう。自分の友達には国有地37億円もこんな土地が無償提供され60億円を超える税金を注ぎ込もうとしている。私たちの暮らしの時だけ財源がない、こんな国民魂の国政の私物化許さないという声、広げに広げ抜いて戦い抜きましょう。心からお願いを申し上げます。最後に私は共謀罪強行に満身の怒りを表明いたします。心を処罰するこの憲法違反の法律を押し通すために自民公明安倍政権が選んだのは中間報告という禁じ手でした。私はこのような政治もう一日たりとも延命の余地はない。皆さんと共に新しい政治を憲法を守れと声を大にして言いたいと思います。これからの9日間の戦いを何としてもこの希釈から定数3の厳しい戦い憲法9条を守り抜けとこの願いを曽根はじめさんに託していただきますよう私池内沙織からも心から訴えさせていただきまして、私の皆様へのメッセージ終わらせていただきます。共に勝ち抜きましょう。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ただいまの訴えは池内沙織衆議院議員でございました。